陛下の爪の赤を煎じて飲ませてやりたいな。網を引き上げんぞ。危ねえからどいてろ。おりゃあ。よし、魚とカニを分けてくれ。俺たちは次の網を引き上げる。わかった。俺がカニを集める。ルリアと団長は魚を拾っていって。はい、わかりました。カニさんに指を挟まれないよう気をつけてください。あちゃ、結構網傷ついてんな。乾かしたら直さないと。ベイン、お前顔色が悪いままだけど本当に大丈夫か？平気平気、丈夫が俺の取り柄だろ。ランちゃん、引き上げるぞ。でやなかなか腕力が必要な仕事だな、漁師というのは。ちげえね、俺の地元もがたいのいいおっさんばっかだったぜ。にしてもよ、こんだけ働いても全然たまらねえな、ビタってのは。そういや、そうですね、あの漁師さんはビタで食事を買うと言ってましたが。網引き上げるだけじゃ握り飯一つ二つって程度だしな。何かからくりがあるな。おい、まただべってんのか。これ口から生まれてきたんか、踊れら。なあ先輩よ、あんたらビタってらどうやって稼いでる？え？そりゃ汗水垂らして働いてえだろ。サボろったってそうはいかねえぞ。え？誰がサボってるって？いい加減なこと言ってんのはそっちじゃねえか。何か方法があるんだろ。効率よく稼ぐなり、安く物を調達するなり、方法がや。これしまっといてくれねえか、先輩や。なかなか分かってきたじゃねえか。もう少し遅いかと思ってたぜ。俺らはなビタを賭けで増やしてるのよ。負けりゃ地獄だが、勝ってりゃ飯も酒も好きなだけ手に入る。船室だっていいところに移れるしな。てめえ、なんでそれは最初に教えねえんだよ。バカは食い物にされるだけってことだ。まあお前らバカからトンマには格上げってことだな。俺が口聞いてやろうじゃねえか。賭けに乗るなら次に網を投げるときに声かけな。賭けか、確かに勝てば利はあるんだろうが、果たしてうまくいくものかな。でもこのままじゃ自利品じゃないですか。確かにな、ウリアあたりはいつ倒れちまうかわからねえし。ベインのやつもずっと青ざめた面してやがるからな。このままってわけにはいかねえやな。こうなったら乗るかそるかだ。賭け事とやらに参加してやろうじゃねえか。眠れますね。皆さんお疲れ様でした。睡眠不足は万病のもとだ。早く寝ることにしよう。おい、仕事だ、手伝いやがれ。金髪刈り上げ、てめえでいい、来い。待ってくれ、ベインは体調を崩している。俺が。ランちゃん大丈夫だから。
ちょっと行ってくれ。ベイン、俺たちをかばってくれたんだろうけど、大丈夫かな？みんなは寝ててくれ。少しでも体力を回復しないと。あれ、ルリア？座り込んで寝ちまってる。疲れてんだな。さあ、はったはった！網にかかった魚の中でどの色が一番多いか、どの色の魚が何匹いるかって、そんなもんどうやって当てるってんだ。俺らの賭けに文句があんなら出て行きな。海の場所によって住んでる魚が違うから、ある程度山も張れるってことか。俺たちは分が悪いな。まあ、でもよ、これならイカ様の塩もねえしな。ソリッズさんとアギエルバさん、色も数も指定するんですか？チャレンジャーすね。まあ、こういうのは大当たり狙わねえとな。ちまちましたのは性に合わん。そういえばんすかね。僕も、もう少しかけときましょうか。ほら、網引き上げるぞ。よいしょよいしょ。よし、魚を締めながら色と数を数えるとするか。シットはディー。ほらよ、フルシットはディー。ディーはっ、フルシット悪さが過ぎたな。はっ、どれこいつで。ほらディー。ドゥはっはどれどれパッポーチュー。宴と行こうや。ああ、あんたらも賭けに乗ったのかい。お互い、知ったー稼げりゃいいが。おう、そうだな。と、カニはこっちのカゴか。どうも今回は小せえカニばっかだな。普段はもっとでかいし、身が詰まって重いんだが。おう、今回の配当を渡すぞ。並べ並べ。さあ、ビタ全部持ってかれちまった。はあ、全部かけてたのかお前さん。無茶しやがって。僕もすっちまいました。やっぱり欲張るとダメっすね。いや、そうでもねえぜ。ほら、これだけ稼げばしばらく飯には困らねえな。俺も少し稼げたし、やっと一息つけるな。
おう、お前ずいぶん稼いでたな。ビータの交換に行くか。ん、ああそうか、こいつを船長に交換してもらわねえと意味ねえよな。団長たちにも食わせなきゃいけねえし、行くとするか。酒くれ酒、あとつまみもな。ガキじゃねえんだ、きちんと並べ。ビタの分は用意してあんだ。で、おめえは何が欲しいんだ。食いもんか、それとも船室移るか。とにかく飯をもらいてえな。人数は あんだけ稼いだってのに飯だけか。みみちいな。無視だ無視、無駄遣いはできねえ。うめえ、たまんねえな。いや、ダメだダメだ、さっさと飯を渡してくれ。まあ待て、今から温めてやっから。よっと。こいつをつまみに飲むとまたうまいんだよな。キヒ、なんせ取れたてだからな。ほら、貝も魚ももういいぞ。うめえ。あら、酒ついてやるよ。飲め飲め。おっとっとっと。このために生きてんな。うまそうに食いやがる。おめえは握り飯だったな。悪い、いい焼き加減だ。持ってきな。そろそろしまいだぞ。注文は。おいお前、物欲しそうな顔してねえで飲めばいいじゃねえか。え、稼いでんだろ。だがよ、他の連中にも食わせてやらにはならんし、無駄遣いは。ちょっとくらいいいじゃねえか。気晴らししねえとやってらんねえだろ。お前が稼いだビタなんだしよ。でどうする。もう俺も舵取りに戻るぞ。くそ、一杯だけ、一杯だけだ。俺にも酒をくれ。はいよ、ほら酒だ。ひひ、せいぜい大事に飲みな。くそ、くそ、うめえ、うめえな。ったく、アキエルバのやつどこ行きやがったんだ。おい、アキエルバ。おい、大丈夫か。寝てやがんのかよ。疲れてんだな、こいつも。酒くせえ。アルドラッタ。
しっかりしろ、ベイン。目の焦点が合ってないぞ。あ、ごめん、ランちゃん。気をつけないとな。それにしても、休む暇もねえな。やればやっただけビタは稼げる。頑張ろう。そうですね。頑張りましょう。おい、網を引き上げるぞ。わかった、今行く。行くぞ。相手になった。はっ、みんな無事だったか。よし、おお、どれどれ。だが今回の漁はカニの数が少ねえな。取れたカニも軒並み小せえし、身が詰まってねえ。餌が足りてねえ証拠だ。こりゃ松葉ガニの中でもとびっきりでかいやつが縄張りを広げてやがるか。くそー、さっきの賭けで点々になっちまって。ああ、うまくいかないもんすね。どうしたもんだか。おはは、腹減ったね。おいおい、あんたら今にもぶっ倒れそうじゃねえか。大将のためとはいえ、ラーメンも食えない生活は厳しいっす。ラーメン？なんだそりゃ。ん？ラーメンってのはですね。ぐっこー。すげえ腹の音だな。そのまんまじゃいくらなんでもあんまりだな。もうビタがすっからかんなんだよ。どうにか手っ取り早く稼ぐ方法ねえもんか。ああ、そうだな。実は今回の漁は普段より取れてる松葉ガニが少ねえのよ。だからよ、でかいカニを捕まえりゃ船長が色つけてビタをくれるんじゃねえか。なるほど、カニか。カニビルってのがよ、カニの甲羅に黒い卵を産みつけてて、こいつが多いほど身が詰まってると言われてる。ま、カニビルの卵がついてても必ず大当たりってわけじゃねえが、参考にしてみな。いやいや、有益な話を聞かせてもらってありがたいです。よっしゃ、一発カニを捕まえるぞ。はい、ソリズさん、目を皿のようにして探しますよ。いたぞ、カニだ。ありゃ大きい。捕まえれば何ビタになりますかね。逃がしちゃおけねえ。団長たちも駆り出してあいつを捕まえるぞ。ビタさえ稼ぎゃいいんだな。やってやろうじゃねえか。